かさ、前にね、はーちゃまが、なんか、カナタンとココ会長に、話を聞いてもらって、復帰を決めました、みたいなこと言っとったやん。あれさ、まあ、今だから言えるけど、あれね、今だから言えるけどね、寿司三昧に行ったんですよ。そう、ね、なんか、はーちゃま、ご飯行く?みたいな感じで、この前、カナタンと、会長と、ご飯に行きまして。それがね、きっかけで、戻ってくることになりました。3人で寿司三昧行って、で、なんかあんな風にね、復帰の時にね、なんか2人のおかげで、なんか復帰決めましたって言ってくれてて、で、僕はその時に、なんか、全然大した話してないんだよね。マジで。で、なんか後で、そのココに、お前なんか、言ってあげたんかって言ったら、何も言ってないよ、寿司三昧梅しか言ってないとか言ってね、はーちゃまに別に何の言葉もね、特にかけてないんですよ。でもなんかいろんな人にありがとうカナダみたいな言われて、いや、僕な、マジで寿司三昧一緒に行っただけ。寿司三昧一緒に行って、いや、まああんまり考えすぎてもね、しゃあないよな、なるようにしかならんべみたいなことは言ったかもしれないけど、すっげえ、そんななんか、はーちゃまにさ、なんか、プラスになるようなこと言えなかったと思う。バカ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 変態うるさいうるさいお嫁だね言うな変態バカ変態うるさいもう知らないもう知らないピアン